聖書朗読、旧約聖書創世紀第42章14節から38節ヨセフは彼らに言った。私がお前たちは回し物だと言ったのはそのことだ。次のことでお前たちを試そう。 ファラオの命にかけて言うが、お前たちの末の弟がここに来ない限り、お前たちは決して心から出ることはできない。お前たちのうちの一人を送って、弟を連れて来い。それまでお前たちを監禁する。お前たちに誠実さがあるかどうか、お前たちの言ったことを試すためだ。もし、 誠実でなかったら、ファラオの命にかけて言うが、お前たちは間違いなく回し者だ。こうしてヨセフは三日間、彼らを監獄に入れておいた。ヨセフは三日目に彼らに言った。次のようにして生き延びよ。私も神を恐れるものだから。もし お前たちが正直者なら、お前たちの兄弟の一人を監獄に監禁したままにせよ。自分たちは飢えている家族に穀物を持って行くがよい。そして末の弟を私のところに連れてくるがよい。そうすればお前たちの言葉が本当だということがわかり、お前たちが死ぬことはない。 そこで彼らはそのようにした。彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐みを求めたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。ルベンが言った 私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにお前たちは聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けているのだ。彼らはヨセフが聞いていることを知らなかった。ヨセフと兄弟たちの間には通訳がいたからである。ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから 彼らのところに戻ってきて彼らに語ったそして彼らの中からシメオンを捕らえて彼らの目の前で彼を縛ったヨセフは彼らの袋に穀物を満たしそれぞれの袋に彼らの銀を戻しさらに道中の食料を与えるように命じたそれで 人々はその通りにした。彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去った。さて、彼らの一人が宿泊所で自分のロバに資料をやろうとして袋を開けると、自分の銀が見よ自分の袋の口にあった。彼は兄弟たちに言った。 私の銀が戻されているしかもこの通り私の袋の中に。彼らは動転し身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何をなさったのだろう彼らはカナンの地にいる父ヤコブのもとに帰ってその身に起こったことをすべて彼に告げた。 あの国の君主である人が私たちに厳しく語り、私たちをあの国を探る回し物のように扱いました。私たちはその人に、私たちは正直者で回し物などではありません。私たちは十二人兄弟で同じ父の子です。一人はいなくなりましたが、末の弟は今、カナンの地に父と一緒にいます。 と申しましまたするとその国の主君である人が私たちに言いましたこうすればお前たちが正直者かどうか分かるお前たちの兄弟を一人私のところに残して飢えているお前たちの家族に穀物を持って行けそして末の弟を私のところに連れてこいそうすればお前たちが 敵の回し者ではなく、正直者だということがわかる。そこで私はお前たちの兄弟を渡そう。そうしてお前たちは、この地に出入りができるようになると。それから、彼らが自分たちの袋を開けると、見よ。一人一人の銀の包みが自分の袋の中にあった。彼らも父も、 この銀の包みを見て恐れた。父ヤコブは言った。お前たちはすでに私に子を失わせた。ヨセフはいなくなり、シメオンもいなくなった。そして今、ベニヤミンまで取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってきたのだ。 ルベンは父に言った。もし私がこの弟をあなたのもとに連れ帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私に任せてください。この私が彼をあなたのもとに連れ戻します。するとヤコブは言った。この子はお前たちと一緒には行かせない。この子の兄は死んで、 この子だけが残っているのだから道中でもし彼に災いが降りかかればお前たちはこの白髪頭の私を悲しみながら読みにくだらせることになるのだヨセフの物語をずっと見てきていただいてますが今日は前回の続きから42章の14節、まあ中途半端なところですが 見ていただきました。ヨセフの物語の後半に入っているということは何度かお話をいたしました。前回は生き延びろと題してお話をいたしました。それはエジプトだけでなく飢きの勢いはパレスチナ、ヤコブの家を襲います。食べるものがどんどん底をついていく中、ヤコブの息子たちはなすすべもなく困窮していました。 そして100歳を超えた父親が息子たちに言います。なぜ互いに顔を見合わせているだけなんだ。エジプトに食料があるということを聞いた。お前たちでエジプトに下って行けという。私たちの人生でなすすべもなく呆然と途方に暮れているということは多々あります。でも周りを見渡してできることがあるならチャレンジしてみろという。 生き延びるためにチャレンジしてみろというお話をいたしました。何度かヨセフの物語は神の摂理の物語だという前提でお話ししてきました。神の摂理として一番有名な見言葉は、ローマ人への手紙の発祥の28節神を愛する者のためには、 すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っているという。これは一番有名ですよね。つまり人生の中で何の意味もなさないような出来事でさえ、神様はそれを組み合わせて、いいことも悪いことも、また辛いことも、マイナスもプラスも全部互いに愛働かせて、最終的に私たちの益としてくださるという。 だからといって、神がしてくださるので私たちは、呆然と互いの顔を見て途方に暮れていればいいというのではないという話を前回いたしました。神が開いてくださる門があるなら、神が切り開いてくださる道があるなら、勇気を出してエジプトに下っていくということを私たちはしなければいけない。ですね。しかしです。前回の説教の一番最後のポイントは、 試される。私たちはその時試されるということですで。今日はここから見ていただきたいと思うんですけれども、この場面で、穀物を買いに来たヤコブの息子たち、まあ、ヨセフの兄たちですね、偶然エジプトの最小となりましたヨセフと顔を合わせます。ヨセフは彼らを認識しましたけれども、 エジプトの最小の格好をしているヨセフのことは彼らにはわかりませんでした。ヨセフはいきなり再会の感動を表すことはしません。いきなり自分を売り飛ばした兄たちに報復をするということもいたしません。ヨセフは十人に言いがかりをつけます。穀物を買いに来たと言いながら実はスパイだろうと。いえいえ。 私たちは12人の兄弟で、1人は亡くなり、1人は父親と一緒にいますと。1人は亡くなりと言っているのはヨセフのことですよね。で、父親のヤコブと今一緒にいるのは、一番末のヨセフの弟のベニヤミンです。それを本当のことなのか、あなた方が正直者なのか、ちょっと15節を見てください。ここです。次のことで、 お前たちを試そうと。試されるんですね。ファローの命にかけて言うが、お前たちの末の弟がここに来ない限り、お前たちは決してここから出ることができない。お前たちのうちの一人を送って弟を連れて来い。それでお前たちを監禁する。お前たちに誠実さがあるかどうか、お前たちの言ったことを 試すのだと言って彼らは3日間監禁されます。監禁されます。この15節のお前たちを試すというこの言葉、これにまず注目していただきたいと思うんですね。あなた方が誠実なのかどうかというのは、私たちも神様が開いてくださった道を 互いに顔を見合わせてないで前に進むために勇気を持って下っていくときに自分たちの誠実さというものは問われます。ヨセフはもし誠実でなければファラオの命にかけてお前たちは回し物だということになろう。3日間全員を監禁するんですけれどもヨセフはプランを変えます。逆にしようと。1人を監禁する。残り9人を返すと。 九人は帰ってよし、穀物も与えよう。その上で末の弟を連れてくれば監禁している一人を解放しよう。それを聞いて十人はこういうふうに反省しますね。二十一節を見てください。彼らは互いに言った。全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。 あれが哀れみを求めたとき、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに会っているのだ。ルベンが言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにお前たちは聞き入れなかった。だから今、彼の血の報いを受けているのだ。彼らはヨセフが聞いていることを知らなかった。 ヨセフと兄弟たちの間には通訳がいたからである。ヨセフは彼らから離れて泣いたとあるのは、この十人の姉たちはヨセフに対してしたことに反省をしているということがヨセフには分かったんですね。24節を見ていただきますとですね、最後に、そして彼らの中から紙面を一人を縛って捉えて、 彼らの目の前で彼を縛ったという一人監禁ということを全員9人に確認させた上で9人をパレスチナの父ヤコブのところに帰らせるわけです。25節を見てください。その時にヨセフは一人一人の袋に穀物を満たします。それぞれの袋に彼らの銀を戻します。 穀物を買いに持ってきた、この代金を戻します。さらに道中の食料を与えるように命じます。ということは、厳しいような対応をしているようですけれども、ヨセフは心の中では、兄弟一人一人を愛していて、その思いを気遣いながら、穀物を渡し、銀貨も返し、そしてその上で、 道中の食料さえも彼らに戻して親元に返していくわけです。さて、途中でですね、兄たちの一人が家畜の餌をやろうと思って袋の中を開けて穀物を出しました。すると、穀物の袋の中にその銀貨が入っていたんですね。これにはびっくりいたしました。 28節を見ていただきたいと思うんですけれども、28節にこうありますね。ちょっと見ていただきますと、27節の最後、ね。自分のロバに資料をやろうとして袋を開けると、自分の銀が見よ。自分の袋の口にあった。彼は兄弟たちに言った。私の銀が戻されている。しかもこの通り、私の袋の中に。彼らは動転し、身を震わせて互いに言った。 神は私たちに一体何をなさったのだろうかというところに今日は注目をしていただきたいと思います。いいですかヨセフは彼らを試そうとしたっていうのは今のくだりですよね。そして彼らは穀物をいっぱい袋の中に入れてもらって、なんと代金であるはずの銀も入れてもらって、 帰りの道中の食料ももらって、そして複雑な気持ちで帰っていくわけですよ。でも途中で払ったはずの銀が戻してあるのを見て、神は私たちに一体何をなさったのだろうという、この大きな大きな疑問をあの胸に持つわけですよね。家に帰って息子たちは父ヤコブにことの次第全部話します。 正直に話します。そして、シメオンが人質に取られていることを、で、エジプトはベニヤミンを連れて来いと要求していることを、こう言うんですよね。そう言った後に、ヤコブのこの一言も記されています。そして、この一言も非常に私たちにとって意味があります。父、ヤコブは言った。お前たちはすでに私にこう失わせた。ヨセフはいなくなり、 シメオンもいなくなった。そして今、ベニヤミンまで取ろうとしている。こんなことが皆、私に降りかかってきたのだ。つまりですね、物事は、互いに顔を見合わせるほど、なすすべもない試練から始まりましたよね。そして父親に言われて、エジプトに穀物があるそうだ。 そこへ行って生き延びろと。生き延びるわけですよね。その努力をするわけですよね。でも努力の過程で最終的にヨセフは兄弟たちを試す。試されている中で彼らが言ったことは一体神は私たちに何をしようとされているのか。 神はなぜこんなことを私たちに降りかからせたのだ。父親はもっと年齢が先ですね。こんなことが皆私に降りかかっているのだです、ね。そうすると三つの聖句がつながりますでしょう。ヨセフの物語は、ヨセフの兄弟家族の物語でもあります。 つまり神の摂理というのは、ヨセフの生涯に及んでいるだけではない。当然、兄たちにも、また家族にも及んでいます。ヤコブの上にも及んでいます。そして神の摂理の道を行くとき、つまり私たちが単純に神様に導かれて歩んでいくとき、私たちは当然、毎日のように 毎週のように主よ私を導いてくださいって祈ってますよね。ということは主によって導かれる道を私たちは行くように自分から願い。願うだけではない。神様はそのように私たちを導いていてくださるわけです。で、その道中で同じ言葉が私たちの口から出てまいります。28節の兄弟たちが言いました。神は私たちに一体何をなさったんだろうかと。 神に導かれていっても、道中で起こる様々な出来事の中で、私たちは別に不信仰の言葉とは言いませんよ。でも私たちにしてみれば、予想もつかなかった試練に出会うということです。神様が導いておられていながら、どうしてこういう出来事になるんだろうとか、いや、そもそも、 この私たちの不条理な人生の中にあって、いくつもいくつもこういうことがというのが、ヤコブの言葉ですね。これまでも、こういうことが、いくつもいくつも、私の上に降りかかってきた。とヨセフは兄弟たちを試しました。自分をエジプトに売り飛ばした、あの出来事を、兄弟たちはどう思ってるんだろうか。すべて忘れて、 平気で、シャーシャーとエジプトに穀物を買いに来たんだろうか後悔の念はあるんだろうかもちろん、ありました。全く我々は、我々は弟にしたことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めたとき、その心の苦しみを見ながら、我々は聞き入れなかった。それで我々は、こんな、 苦しみにあっているのだとつまり試練の道を行く時に試されるのは私たちがやがて来たる神様の祝福を受ける用意があるのかどうかが試される。ヨセフの兄弟たちにしてみれば自分たちがした悪事をほったらかしにして神様の祝福を受けることはできない。改めて自分たちが 深く反省しなければ、神様の祝福を受けるのに、ふさわしい器とはなれないわけですよね。単純に、私たちに見えない明日を神様はご覧になっているというのではない。摂理というのは、単純に私たちの人生に起こる様々な出来事、その良いことも悪いことも、最後は駅に変えてくださるというのでもない。 節理の道というのは最終目標があってそれは単に人生のつじつまがあってくるということではないですちょっと新約聖書のローマ字への手紙の8章を見ていただきますローマ字への手紙の8章の30節ですね まあせっかくですから先ほど見ました28節も見ておきましょう。28節はこうですね。よろしいですか神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。これが神の説理という点では、 最もよく知られている聖書の箇所です。しかし、これには目的があって、神はあらかじめ知っている人たちを、巫女の形と同じ姿にあらかじめ定めておられる。巫女と形と同じ姿にあらかじめ定めておられる者たちを、さらに召し、さらに義と認め、 義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになるというのが目的です。つまり人生の辻褄を合わせて最終的にああ良かったというのが神の摂理ではない。神の摂理は神の不思議なご計画の道を私たちがたどりながら最終的には神様が用意してくださる栄光を受け取るのに ふさわしい、ふさわしい器へと変えられていくわけですよね。で、そのプロセスの中で、私たちの口から出てくる言葉が、先ほど言いました。こんな苦しみが次から次へと私たちの上に降りかかるとか、どうして神様はこれを私になされたのだろうか。 どうしてこんなことが私たちの上に降りかかってくるのだろうかという質問が出てくるわけです。わけのわからない試練といいますかそういう中を彼らは通されていきます。でだんだん、まあ、私たちはすでに物語の結末を知っているわけですけれどももし同じような出来事が私たちの人生に起こったならば やっぱり起こっったなならばじゃないいでですねね今現在起こっているんでしょう、ね、私たちの学校生活でもあっても家庭での出来事であっても社会にあっても私たちにはさっぱりわからないどうしてこんなことが次から次へと一体神様は何の目的でこんなことを私の人生の上にっていうのが次々次々起こっているわけですよね。 そして日々、主をどうか私たちを導き、お守りくださいって、お祈りしているわけじゃないですか。試される。自分の能力の乏しさ、試される。自分に使命感があるのか、自分に覚悟があるのか、試される。全てのことにおいて、神の憐れみにすがるという信仰があるのかどうか、試される。 自分の愚かさを悔いて10年の兄たちのように悔いて空っぽになるまで神様の憐れみを受ける用意があるのか試されるさて最後におまけであるかのように一つの出来事をもう一回創世記に戻っていただいて見ていただきたいと思うんですが42章ですねまあ,あのこういう翻訳 こういう説教のポイントは良くないのかもしれませんが私は興味深いと思います。いいですか。ここです。35節ですね。それから彼らが自分たちの袋を開けると見よ一人一人の銀の包みが自分の袋の中にあったというまあこれはもう事実そのままが描かれてるわけですけれどもちょっとひねって。 私の話を聞いてください。一人一人の包みの中に、袋の中に、銀の包みが入っていたのがわかる。私がまだ20代の頃、新学生の頃でありました、向かいの大学で、青年伝道で有名な先生が、 礼拝のためにいらっしゃいました。私はその礼拝に行ってなかったんですけど、友達から、せっかく有名な先生が来るっていうので、その友達が聞きに行って、あの、まあ、こんなことをしたという。何百人もいる礼拝ですね。先生は話の途中で、私はどういう説教なのか知りませんけれども、紙コップを机の上に置いて、そして、 学生たちに言うんですね。全員学生ですね。この中に5,000円入ってる。5,000円欲しいと思う人は手を挙げなさい。いは真っ先に手を挙げる人もいるかもしれませんけれども何百人もいますんでちょっとやっぱり躊躇しますよね。欲しい人素直に手を挙げてごらんって言った時にわずか10人ぐらいしか手が挙がらなかった。私は全員欲しかったと思いますよ。 何もしなくても五千くれるっていうなら、そりゃ手を挙げますもの。ね、で、先生は、まあ、では、一番最初に手を挙げた君、君、講談に来て受け取りなさいと。で、彼は、なんかちょっと恥ずかしい思いで頭をかきながら講談に上がってカップを受け取るんですよね。で、受け取って彼見た瞬間にですね、カップ逆さまにして、なんだ、空っぽじゃんと。 ね、わざわざ手を上げて、講談の上まで上がってきて、みんなに顔を見せて、なんだ、空っぽじゃんと。まあ、さもありなんみたいなですね。先生の説教の意図がどういうところにあったのか。まあ、そんなことはさておいて、彼は恥をかいて講談を降りようとしたとき、先生が言うんですね。ちゃんと確かめてみないと。紙コップは二重だよ。紙コップは二重だよ。 彼は階段の途中で足を止めて、そのコップ、紙コップクってやると二重なんですよね。で、ちゃんと中に五千円札が、まあ、ね、当時で言うと二十ドル札ですけれども、ちゃんと入っていたそうです。私たちのその試練のさまざまな袋、摂理の道を行くときに、神様は私たちを試すかのように、 私たちが持ってきた袋の中にいっぱい穀物を入れそして私たちの銀の包みを戻しなおかつ帰りの食事も与えで途中でおそらくそれを見つけたときにこれは一体どういう意味なんだろうというきっとですね私たちの人生のその銀の私たちの人生という袋の中の銀の包みは神様の祝福かもしれない。 ね。これで大変なことになるんじゃないかと思うかもしれない。もしかしたら単純に神様の祝福かもしれない。でも言えることは、私たちは自分の人生に与えられる小麦の袋をよくよく探しもしないで、やれ思いやれ大変だと言って運んでるだけですよ。それを開けて中見たときに、 思いもかけない神様の恵みが中に入っているということは十分あり得る。十分あり得る。神は私たちに一体何をなさったんだろうか。こんなことが皆、私に降りかかってきたのだということがもう口癖のようになっている皆さん。私。口癖のようになっている私。銀の包みはそのなに入っていて、 銀の包みというプレゼントではない。ね、神様は私たちに試練を与え、鍛え、やがてご自身の栄光を受けるのにふさわしい人物へと変えてくださる。このことを信じない限り、死をどうか私を導いてくださいなんていうお祈りはしない方がいい。ね、神様の最終的な目的は、 私たちをミ女イエス・キリストの姿に変えてくださることですね。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、暑い日でありました。オンラインの方も暑い一週間を守り、お疲れでございましょう。今日頑張って礼拝にいらっしゃった方々に、また同じ恵みがありますように、新しい一週間をあなたの導きのもとに始めようとしていますが、こんなことも こんなことがいつものように降りかかるのかもしれませんしまたそれを前にして神は私たちに一体何をなさったんだろうといぶかしく疑わしく思うこともありますでしょうヨセフが兄弟たちを試そうと言われたように あなたはいつも私たちを試して、私たちを磨いて、磨き上げて輝く器にしてくださいます。どうかあなたに全く信頼を寄せ、せめて与えられた試練の中に何かいい祝福はないかと探すぐらいの人物へとさせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。